T-33A リマ川墜落事故は1999年11月22日に発生した航空機墜落事故。航空自衛隊のベテランパイロット2名が T-33A による年次飛行からのイルマ基地への帰還中にエンジントラブルが発生した。墜落の直前まで2名は基地手前にあるイルマ川沿いの住宅地や学校を避ける。 ために操縦を続けた結果、脱出が遅れともに殉職した。民間人の死傷者が全く出なかった一方、墜落直前に東京電力の送電線を切断して、首都圏の大規模停電を弱気した上、マスコミが T-33A を練習機として報じたため、経験の浅い訓練生の技量不足により、事故が生じたとの誤解も広まり、当初一部から批判が出た。 しかし、実際には技量に優れた、ベテランパイロットが含むの先生通り、危険を顧みずに、被害の低減に努めたことが次第に明らかになり、反響が広がった。平成12年4月防衛庁発表、T-33A 墜落事故の航空事故調査、結果の概要について、添付書類、自己墜落時の状況、情報開示請求により防衛省より取得、 事故の経過は次の通り。ファウスト38は事故機のコールサイン。事故機が切断した南狭山線。鉄塔の手前には関西な住宅地が広がる。送電線切断で南狭山線と併設されている日高線が停止したことにより、埼玉県南部及び東京都西部を中心とする約80万世帯が停電し、道路信号機や 鉄道網を麻痺させることになった。また、切断により送電線が指示を失って、柏原中学校敷地に落下し、止められていた教員の自家用車に接触して、車体を損傷させたほか、家庭電化製品故障、家屋屋根損壊、パソコンの故障よびデータ損失、不動産被害、工場の機械故障、パチンコ店の営業被害、スーパーマーケットの冷蔵食品損壊、 商店のレジ故障、西木鯉の酸欠死等の被害が防衛庁に寄せられ国家賠償法に基づく保障が行われた。東京電力からも送電設備の被害分や顧客への停電時に対する料金割引負担に対する損害賠償請求があり、これに対しては時短により防衛庁から6600万円が支払われた。2000年4月に防衛庁は 航空事故調査委員会による事故調査結果の概要を公表し、事故原因を燃料ホースまたはフィッティングの一部から漏えいした燃料が発火し、ユニットが過熱、溶損し、ジェットエンジンへの燃料供給が断たれたことによる水力低下とした。事故調査では燃焼による機材の著しい破損により燃料の漏えい原因及び発火源については特定に至らなかったが、発火源として 電気配線の漏電またはコネクターの短絡の可能性を指摘している。事故機にはコックピットボイスレコーダーが搭載されていなかったため、更新記録以外の機内の会話等は記録されていないが、報道では住宅地を避けようとして飛行を続けた結果、脱出が遅れたと推測している。また、自衛隊における教育内容。 事故の目撃証言に加えて、以下の状況証拠から2差及び3差は、近隣住民への被害を避けるべく、限界まで脱出しなかったことがほぼ確実視される。航空事故調査委員会も、以下の点から、事故機操縦者は、脱出によって、コントロールを失った、航空機が民家等に被害を与える、可能性の極限を図ろうとしたと推定している。また、 両パイロットが脱出不可能な段階になってからも、脱出装置を作動させたことについては、脱出装置を担当した、整備士が責任を感じないようにした配慮では、ないかという見方もある。いる、真川大橋からのパノラマ写真。事故機は、西部分離の方角から河川敷に向かって飛行し、南鞘山線に接触した。写真には入っていないが、左岸には、住宅地が広がり、 右腕にも家屋が点在する。T-33A のコックピット米軍から自衛隊に供与された T-33A-T-33 シリーズは世界30カ国以上で採用され、多くの軍用機パイロットを排出したベストセラー機であり、航空自衛隊でも T-33A による中東訓練を経て2000名以上のパイロットが排出されている。 一方、試作機の初飛行は、第二次世界大戦直後の1948年で、あり、航空工学の発展途上で設計された機体である、ため、搭載しているのは、アナログ景器だけのコックピットと、旧式化していた、延伸式エンジン一機であった。そのため、パイロットにとっては、高度化したアビオニクスが導入された、主力戦闘機や景器類の配置を、 最適化し HUD も搭載した T-4 などに比べて操作が難しかった。また、低空低速時の操縦性は良好であるが、アンダーパーに由来する離着陸の困難さにより、高い技量を求められるため、採用国の多くは、訓練初期には離着陸を教官が行い、基礎訓練であるタッチゴーは、 機体特性に習熟してから始めるなど、運用を工夫することで対処していた。このような機体特性も常に教官が同情することから、アメリカ軍でも問題とされず、改良機の T2V は1970年代まで運用されている。他にも脚け時に機体が左に滑る特性があると、言われ、コックピット内の煙、操縦系統の油圧喪失、 足下げ後の膠着装置による空気抵抗に加えて、そのような機体特性が墜落直前の操縦を一層困難にしていた可能性がある。墜落した機体は航空自衛隊が発足した1954年にロッキードで生産され、同年にアメリカ軍から無償供与を受けたものであり、航空自衛隊が保有する中でも特に古いものであった。 川崎航空機工業などによるライセンス生産開始に伴い、一時予剰機として、寄付基地の第二補給どころで、モスボール保管されていたが、後に配備されたライセンス生産機の退役に伴い、再度整備の上復帰し、年次飛行や連絡任務等に使用されていた。当機の太陽命数は1068時間残っており、2002年まで運用して、太陽命数を使い切って、 退役を迎える予定であった。なお、当時運用されていた同型機は、いずれも航空自衛隊設立機にあたる1954年から1955年にかけてアメリカ軍から無償供与されたものであり、航空自衛隊で最も初期に導入された機体の方が、モスボール保管により損耗が抑えられ、最後まで残るという逆転現象が起きていた。 T-33A は機体が丈夫で運用期間が長かったこともあり、航空自衛隊が保有した全278機のうち59機が事故による喪失で除籍されている。事故翌日長官での各種の報道は以下の通り、事故翌日の11月23日に残存している全 T-33A 及びルマ基地の緊急用を除く全機の 飛行停止命令処分が防衛庁から課される。11月29日、イルマ基地の航空機飛行停止命令は解除されたが、T-33A の飛行停止命令は継続され、そのまま2000年6月に全期除籍された。殉職した2名とも、1999年11月24日付で1階級特別承認した。イルマ基地近隣にある、 さ山川が高等学校校長の小川義雄が、1999年12月1日付の学校通信、藤棚日本権に関して、人間を愛称化してはならぬと題して、両パイロットの自己犠牲を称える文章を掲載。2000年3月14日の参議院外交、防衛委員会で自由党の田村秀明が、上記、人間を愛称化してはならぬを取り上げ、 防衛庁長官が事故の陳謝をするばかりで、殉職者に対するフォローがない状態について追求した。これに対して防衛庁長官である河原力が人家等への被害を回避すべく最大限の努力を行いまして、その結果脱出時期が遅れ、尊い命を犠牲にしたものと考えておりますと述べ、改めて敬意と哀悼の意を表した上で、当日の記者会見では2名の隊員に対して、 哀悼の意を表したが、限られた、紙面、時間枠の中で、メディアに取り上げられなかったのだと答弁している。同年4月13日の衆議院安全、保障委員会で、自由党の西村慎吾が再び、人間を賠償化してはならぬを引用。同じ委員会で、日本共産党の佐々木陸会が、事故の原因究明と、周辺自治体への説明が終了するまで全ての、 訓練を中止すべきと主張したのに対し、河原力は周辺の自治体の主張にもパイロット2名も人化を避け、都民並びに埼玉県民の多くに停電等のご迷惑をおかけいたしましたが、命を捨てて、いわゆるそれらの事故を避けたわけでございまして、これらの事情もご勘案をいただきたいと思いますと答弁している。同年に社会貢献支援財団が両パイロットを表彰した。 2001年3月18日の防衛大学校卒業式で富士通名誉会長の山本拓馬が来賓祝辞で本県に触れ自衛隊の活動の成果が国民の理解と支持をもたらしていると述べた。最終的にパイロット及び整備員に過失はなかったとして2002年9月に埼玉県警察及び狭山警察署は被疑者負傷のまま航空危険容疑で 浦和地方検察庁に送検した。この時点までに、両パイロットともさらに一階級特進し、それぞれ空将歩一等空佐となっている。2014年3月22日、防衛大学校卒業式で訓示を行った内閣総理大臣の安倍晋三が、本県での両パイロットの行動について触れ、自衛隊員としての使命感と責任感について説いた。 日本共産党の安倍美幸第三院議員、飯島国尾県議、共産党系市民団体は、事件当日の午後に、入間基地を訪ね、基地で実施中の航空相対総合演習の中止を要求した。飯島県議は、一歩間違えば第三次だった。我が党や住民の反対を無視して、総合演習を強行し、このような事故を起こした責任は重大だ。 入間基地の撤去を求めたいと述べる。その後も日本共産党や平和団体から事故そのものの危険性やパイロットらへの過度な賛美を指摘する声が上がった。さらにはパイロットらによる居住区回避行為自体がなかったとの主張もあり、入間基地の滑走路の直線上に住宅地があることが根拠とされている。事故後、佐山市、入間市、所沢市、反応市、 日高市の共産党系、平和団体等で構成する、基地周辺の安全を考える集い実行委員会が、埼玉の空が危ない自衛隊機の墜落事故を風化させないために今平和を考える市民の集いと、消費、オスプレイ反対運動等の左派活動と結びつけて、毎年集会を開催している。ありがとうございます。